目鼻なんか。これです。これちょうどこれじゃない？プレッツェルピースですね。すごいですね。アメリカのものありました。Hey guys, this is Cathy Cat on Ask Japanese, and today we're going to ask Japanese people if they have any foreign goods and if they're carrying them on them right now. So, let's find out! 今持ってる海外のものはありますか？財布はコーチです。海外のものです。あ、コーチです。あ、コーチです。海外のブランドはよく買えますか？お祝いとかにお父さんに買ってもらったりします。あの、日本のブランドと海外のブランドを比べるとなんか何が違うんでしょうか？海外の方がセレブな感じがします。セシルマクビ、かわいい。コーチ、お、あ、海外、あ、わかんないんだ。あ、ニューヨークが書いてありますね。カバンがもうニューヨークだわ。韓国のティント、おー、これ何のブランドですか？トニーモリー。これなんでこれ選んだんですか？韓国の女の子たちがこれ使ってるのすごい可愛いなと思って買いました。これです。中国の、はい、頭につける花のやつです。頭につける花ですか？この感じ。そうです、そうです。ピン、これ中国で流行ってるんですか？そうです。葉っぱですね。葉っぱです。葉っぱにします。ここは海外のものになりました。で、あら、韓国のものが、お、ここにも韓国の載ってるんですね、はい、どういう意味でしょうか？あ、キムリョクです。アイドルですか？はい、人の名前です。はい、はい、スーパージュニア。韓国アイドルが好きですか？はい。これちょうどこれじゃない？化粧品。あ、今買ったんですか？いや、新大久保で買ってきて、まあ、今日買ってきて。これ なんでこれにしましたか？これはヒョウ柄で、おー、可愛くて。マジックマスカラ。はい、マスカラ、マスカラ、はい。どういうもの言うの？海外っぽい。でも、あら、今のシャツは何のブランドですか？なんかメンズのブランドです。あ、これは海外のじゃないですか？海外だ、これだ。いや、あれ、さっきアメリカのから。はい、アメリカのお菓子があるんですか？そうなんです。ちょっと見せてもらってもいいですか？こういうのです。スナイダスプレッツェルピースですね。すごいですね。アメリカのものありました。海外っぽいもの。このコート海外で買ったんですよ、実は。はい、どこですか？あ、ニューヨークのところで買いました。いいですね。ブランドは何のブランドですか？は、21ですね。いいですね。はい、私は、なんだろう、靴とかがドクターマーチンでなんかやつなんですけど。あ、今の靴ですか？これ、そうですね、これドクターマーチンで、多分それもかなって。ドクターマーチンいいですね。好きですね。すごいですね。じゃ、looks like most of the goods that the people were carrying with them on that day were brand items, bags, purses, or things that they bought on their trip abroad. So how about you? Do you own anything specifically from a different country that you maybe like or you're kind of proud of? Let us know. Looking forward to your comments. And thank you for watching. Catch you soon. Yoo-yoo!